はい、皆さんこんにちは。今城実践経営大学の藤井です。今日も実践経営大学で学んでいきましょう。今日は日本学術会議がまだまだですね、国会答弁でいろいろな、ね、ことで取り上げられていまして、まあ、菅さんもね、非常に苦しい答弁をさせられてますけども、まあ、今回はね、学術会議問題で考える院政ただ働き、それから研究成果の横取りする教授といったことで、まあ直接ですね、日本学術会議とは限りませんけども、まあ、このアカデミックな世界がねで起きていることをね、若干ご紹介したいと思います。まず自己紹介です。株式会社イマージョン代表、組織開発のコンサルタント会社を経営して、自分自身も現役コンサルタントです。千葉商科大学大学院で客員教授として経営学を教えています。人を大切にする経営学会常任理事事務局長として取りまとめを行っています。まずですね、研究成果横取り、ドラマに、ね、出てきそうなことなんですが、実際はそんなに、多くはないと思いますけども、ただたまに、あるんですよ。私も本読んでてこれ面白いなと思ってね、これ論文出てないかななんて思ってね、サイニーなんていうね論文のところに登録してますから、それで検索してみますと、あれこれ大学教授じゃなくて誰々さんの論文じゃないかなんてことがね、たまにあります。たまにあります。まあ、でも頻繁じゃないですよね。頻繁じゃないけどたまにあるということですね。じゃあどういうふうにね研究進められるかってことなんですけども、大体ですね、大学教授が方向性を示します。そうするとですね、大学教授自体特に有名になればなるほど忙しいです。そうすると忙しいから、昔はね助教授と言われた、今は准教授って言われている方が直接ですね、指導して、ってことになります。じゃあ誰がねいろいろ調査だとかするかっていうのと、実は院生なんです。これが卒業論文だとかね、こういうことに役に立つっていうこともあるんですけども、基本的には、調査とかはするのは全部が教授だとか准教授ができませんから、院生が行うと、こういうことになります。実際ですね、院生を指導しても名前が出ないといった、准教授がいらっしゃるんですよね。ちょっとかわいそうなんですけど、そういうケースもあります。そんな多くはないですよね。で、一般的にはそれから筆頭筆者ということで序列で最初にね掲載させる方は指導した准教授なんですけど、名前が出ないこともあるんですね。で、方向性を示した、こんな研究やるよと方向性を示した、大学教授は責任筆者となります。こんな形で行われるわけですね。で、論文はね、アカデミックな世界では非常に重要です。なぜかというとね、その論文を学会で発表して、そして査読が通ってというになりますと、どんどんその学者としての評価が上がっていくわけですね。ですからすごく重要なんです。ところがですね、卒業して普通の、民間企業に行かれる、ような院生にとってはさほど重要じゃないんですね。アカデミックの世界で生活 しようと思わなければさほど重要じゃない。ところがね、そういう構図になってますから、院生が実質作成した論文をですね、准教授の名前で発表ということも、時々行われるんです。で、たまにですね、そういうのが判明して准教授と卒業した院生との間でトラブルが起きることもあります。私はこういうことはやっぱりね、できるだけきっちりした方がいいなと思いますし、私もね、坂本先生の下でずっとね、今千葉商科大学でいらっしゃいますけど、法政大学の時もね、たくさん本を一緒に書かせていただきましたけども、必ずね、院生の名前全員に載せろと、こういうことは商業出版の時も必ず言われました。これはね、載ってないケースも結構あるんですよね。で、一部の有名大学の、教授というのは自分の書籍で、院生の論文から出た研究経過を書くことも私はあると思います。これは最初申し上げたようにね、本読んでたらこれどこの論文かなと探してみるとっていうことになるわけですね。指導教授としてねやってるんですから、違法ではないとは思います。ただね、実際と乖離はかなりあるかなという感じも、なくはないですね。そしてもう一つですね、これたまにはね、ネットでもね、こんなことが出てきますね。院生ただ働きと、私もね、こういうことやってました。ティーチングアシスタント TA って言われるんですけどね、授業のお手伝いをするということですね。パワポをねセットしたりとか、資料を配ったりとか、資料作りのお手伝いをしたりとか、こんなことはしてました、私も。これについてね、不満になっている方もいらっしゃるっていうことが挙げられてますけども、私はね、これはね、
院生の勉強にもなっているので必ずしもただ働きというふうには断言できないんじゃないかなというふうに、まあ、客観的に思っています。そして全てですね教員に任せないことは経営上もね大学としては難しいのが現実だと思います。で少なくとも教授はね、まあ、上から目線じゃなくて、まあ、使ってやってるんじゃなくて、まあ、いろいろね、まあ、対等の立場でね経営役割分担が違うだけですから払うのも重要じゃないかなとこんなふうに思います。まあ、そんなね偉そうな先生って、まあ、最近はいないと思いますけどね、まあ、一応こういうことでいろんなねご不満もある方もいらっしゃるということなんで一応私なりの見解を書きました。でこうした事態がね起きる背景なんですけどもちょっとね、アカデミックな世界を確認してみたいと思います。一つはですね伝統的な教授体制っていうのは大体専任の教授と非常勤の教授のみが存在をしていました。で専任の教授っていうのは無期雇用ですね。ですから定年までっていうことですね。国立が65歳、私立だと70歳ですかね。でがまでがまあ必要定年ということになります。それから、専任の准教授はどうかというと、こちらは任期があることが多く昔もあったと思います。それから非常勤講師、これはね通常は1年とかいったね短期間で任期ということになります。ところがですね2000年の中頃からちょっと様相が変わってきます。上の方に書いてあるのはね伝統的な教授の体制である特任教授というのが、まあ、登場してこの数がどんどん増えていくわけですね。どういう形になるか特任教授になるかというと一つは専任教授としてね、まあ、キャリアを積んだ方が、まあ、お年を召されて引退した場合シニアとして専任で、ごめんなさい特任教授にということですね。そして、まあ、大体任期が1年から5年になりますけれども、まあ、再任はね、まあ、年齢もありますから、まあ、あまりされないことが多いと思います。であるいは一定のね業務を前提に担当するということになります。もう一つですね院生で卒業した方がアカデミックの、まあ、スタートとしてこの特任教授になるケースもあると思います。私のね同僚もそういう方もいらっしゃいます。それから実務経験者でね専門知識により、まあ、招聘されると、まあ、どこどこでね例えば役人やってたとかね特別な実績を積まれた方ってこと方が、まあ、専門知識を買われて招聘される、こんなケースもあります。じゃあ特任教授がね増えた背景として何かということなんですね。一つは大学の大衆化です。これはほぼ多くの方がね大学行くようになりました。で 80% 以上は今進学率があります。というのがね一つ、まあ、教員の数も必要だということですね。それから大学経営も人件費を抑えたいということで、まあ、後ほどですね賃金調査の方のデータを出しますけども、まあ、全部がですね専任教授だったらもうこれ大変ですから、まあ、抑えたいというこういう背景もあると思います。そしてもう一つこれねこれから本格化してますけども2018年問題って何かというと2018年を境に18歳人口いわゆる大学に 入学される人口どん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 減ってます。まあ、ですからね今定員割れっていうことが、まあ、問題になってそして大学もね合併したりとかあるいはなくなったりとかいったこともね発生してるということですね。じゃあですねこれは、まあ、令和元年の賃金基本台帳厚労省のね資料から、まあ、どのくらい報酬もらってるのかっていうことを確認してみたいと思います。大学教授がね大体このくらいです。1100万ぐらい、そして、准教授が、まあ、870万、さらに講師が700万ぐらいですね。じゃあ特任教授はどうかっていうと、まあ、大体推定400万と言われてます。これはですね、文科省がですね、まあ、今年令和2年から3年にかけて、まあ、調査予定ということで、文部科学省の、ね、ホームページを確認しますとこんなふうに出てました。となるとどういうことかっていうとね、一つは勇気向きがあります。できるだけね勇気でねいるよりは向きでね、その方がまあ何年か経ったら、またね次の仕事場探さなきゃいけない、いわゆる次の大学探さないといかないというよりも安定しますから、まあ、専任教育になりたい、大学教授になりたいというふうな言葉で、まあ、当然ですね、あると思います。ということがあるんで、この研究成果の横取りではないんですけども、できるだけね成果上げたいという気持ちがね、これは別にアカデミックな業界に限らず、まあ、当然あることかなというふうに思います。まあ、ただしねいいことじゃないですけどね。ということで、これがもう
アカデミックの業界のね、まあ、状況なんですけども、ちょっとまとめをしたいと思います。大学教員にもね、やっぱり私は人間力の教育やった方がいいんじゃないかなと思います。いくらね、まあこういうね構造があるにしても、やっぱりね院生の研究結果を、まあ、あたかもね自分の研究成果のように歌うのはどうかなという、まあ、一部の方ですよ、一部の方なんだけどどうかなというふうに思います。ですから人間教育、こんなものは必要じゃないかなと思います。そしてですね、これ意外と私はね気をつけなきゃいけないことだと思ってるんですけど、著作権に関してもアカデミックな世界って緩いですね。これはまあ、どことは言いませんけども、まあ、日経新聞ねコピーして学生さんに配ったりとかね、こんなこともね他の世界だったらまあ、ね、結構気をつけると思うんですけども、私は両方の世界にいますから、アカデミックな世界の方が緩いんじゃないかなと、まあ、こんなこと言うとね私自身が叩かれるかもしれませんけども、あえてね言いますけども、そんな感じはします。そしてですね、アカデミックな業界だけじゃなくて、この成果と不条理なことが起きることのバランス、これは難しいと思います。どん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 ですね、まあ、競争的にね准教授になって、そしてね、教授になってっていうね、そういうことを目指せば目指すほど、それで学会でもね評価ある論文を出したいって言えば出したいと、昔小保方さんって方がねスタップ細胞でしたっけの件でありましたけども、あんなことがね、まあ、起きるっていうことですね。ただし、まあ、学問の発達を大義にですね院生を犠牲するのはいかがなものかと思いますので、まあ、できたらね、機会としてはそういう方を名前がね出ても、院生をね名前が出てもね、全くね私はその人の評価には私は関係ないなと思いますんでね、ぜひそんなせこいことをやめて、院生をね、むしろね持ち上げるぐらいの、そんな努力が必要じゃないかなというふうに思います。そして、社会全体でですね不条理を是正していくことは、まあ、人です。大学の常識はね世間の非常識である面は結構ね私はあると思います。私もちょっとね正直言ってね感情的になってね、まあ、事務局の方と揉めたりとかね、法政大学の時もありました。まあ、そんなことってね、これね普通の会社だったらありえないよななんてことねあるんですよ実際。まあ、そう考えるとね、まあ、学術会議の問題はね多くの人のにね実態が浮き彫りになったことはね、まあ、見直すいい機会になって、今ね、任命がされたされない、そんなことばっかりやってますけれども、この学術会議、日本学術会議のね内容、それからもっとね広く言えばこのアカデミックのね、内容に関してももう一回ですね多くの方が知ってですね、そしてですね、まあ、できるだけいい方向になればなということで、今日は投稿しました。ということで、学術会議で問題で考える院生のただ働き、そして、研究成果の横取りをする教授、まあ、少ないですよ、少ないですけども、そういう方も若干いらっしゃるんで、こういうお話をしました。まあ、こうしたね今ニュースで話題になっていること、まあ、これはね国会でも話題になっている話ですけども、こういう話だとか経営学の基本、そして企業事例、等々ですね、いろいろお話してきますので、ぜひ一緒に勉強しましょう。チャンネル登録、 LINE 登録よろしくお願いします。今日もどうもありがとうございました。